はい、もうそろそろ帰ろうかなと思います。5時回ってるんでね。はい、でちょっとね、さっきからちょっと録画の方、止まるようになってきたんで、ちょっとメモリーの方もね、まだ1ギガあるのにね、なんか調子悪い。はい、とりあえず、この K100 なんですけど、大方ね、もうメインローターがトラッキングずれてるんですよ。なので多分またスピンドルが曲がってるのかもしれないんですけど、まだマストの方もね、カーボンに変えてるんでね、それがね若干ふにゃふにゃしてるんで、それもまあ影響してるのかもしれない。でとりあえず、トリム、トリムをねいじったんでね、それを、確認ですね。はい、電池は、あ、うそ、うん、いやー普通に飛んだんですけど、なんで倒れた、なんかおかしいな、なんか右に倒れるな、あれさっきまで良かったにね。なんでサーボ動いてるよね、エレベーターも動いてるよね。なんだ、何が悪い、スロットル、あら、思いっきりスワッシュ右に傾いてんだけど、なんで、あ、そっか、6軸、いやいやいや3軸、いやこれ6軸、あ、三軸がおかしくなってんのか、これ。あ、まあじゃあとりあえず、おかしいな。六軸の方ちょっと離陸します。なんか変だね。右に行くな。あれ？トリム戻そう。これね、トリムいじった後にね、再起動何回かしたんですけど、なんか、このトリム生きたままになってるんですよね。普通、キャリブでリセットされると思ったんですけどね。あ、ダメだ、こりゃ。ちょっとまたやり直しですね。まあ、一応、ちょっと無理やり、散ったら、まあ、無理やり、エレベーター、トリムちょっと、いじっちゃってバックするね。いいかな、もうトリムいじりましょう。うん、電池がなくなる前に安定してほしいな。まあこれもね、新品の時はね、すごい度安定なんですけどね。もう結構、あれから何年 ?1 年くらい。はい、ちょっと今車来たんでね、映さないように逆向きます。はい、これでどう？ちょっと逃げるか。逃げるか。左に逃げるな。ほぼ無風だから逃げなくていいんだけどね。エレベーター方向ちょっと前に逃げるな。今度横が止まったと思ったら今度前に逃げる。やばい、電池が持つか。逃げるな。これ録画止まってんじゃねえかな。いい加減。
はい、これでどうだ。ちょっと前に逃げるけど、大方止まってるか。止まってるね。え、戻そう戻そう。さっき向こうで止まったのは何だろう。ここではちょっと進むんだけどね、ある一定の向こう土手のとこに行くとなんで止まるの。結構アップ引いたんだけど、まあ何でもね、新品はね一番安定するんですけどね、何かしら部品が、変形とかねするとね、もうあの新品の安定感はなくなるんで。トリム触ってもあまし反応がいまいち。これダメか。うん、そろそろ、スロットルの方もかなりフルスロットルに近くなった。ね、ぐるんぐるん回るよね。はい、ストップ。はい。ここで左に行って止まってるかな。じわじわと逃げていってんな。まあ安定のいい機体っていうのはね変わりないんだよね。まだローターが2枚に見えるんだよな。やっぱスピンドル曲がってますねこれ。それか、マスト。ホバリング練習にはもってこいですけど、トリムが、これでどうだ。触らない方が安定してる。まず機体を止めて止まらない。はい、ダメかダメか。どう動くか。おや、やっぱ前。はい、今日もね一日中、楽しみました。でもうね夕方っていうか、まあもう日が沈んでもう結構経つかな。もうすぐ何時だっけ、5時23分なんでね。で今まだ目視で飛ばせるレベルっちゃレベルなんですけど、F15 のね、バッテリーで充電してなかったんでね、飛ばせないです。はい。もうこんな感じでね、片付け、大方完了しました。まあ、いつもね、こんな感じで朝から晩まで遊んでます。まあ、もちろんね、仕事はちゃんと行ってますけどね。で、また一週間。頑張りましょう。はい。定年になったらどうなんだろうね。またずっと遊んでるのかな。まあ、そこまでちょっと考えてないんですけどね。はい。もうここもね、ちょっと電気つけてるんですけどね。これ、あの光センサーと、まあ、人体センサーが、内蔵されててね。何ぼだったっけね。多分1400円ぐらいだったかな。
ちょっと下に下ろしてね、もうこれ電池でね、ここも両面でくっつけてますんでね、こう荷物のね、もう今からこれからの時期ね、家帰ったら真っ暗なんで、もうこれ開けてね、荷物下ろすときに、前ここに来たらすぐにね、電気が勝手についてまあ勝手に消えるっていう結構便利なね、明かりなんで、はい、本当全くね、風今全く揺らいでないんでね、これが朝からだったら一番いいんだけどね、どうしてもねそうもいかないんで、月は出てないね。でたまにね、本当月あった、いい夕焼けとかね、これ月ですね、結構細い、いい夕焼けとかね見れたりするんで、その時ねドローンとかね飛ばしたいなっていうこともたまにあります。はい、じゃあ帰りましょう。はい、以上になります。